音楽シーンの頂点を再び、ナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンが驚異のダウンロード数を記録。音楽は私たちの生活に欠かせない存在です。お気に入りの曲を聴くだけで気分が高揚し、過去の思い出や感情が蘇ってくることがあります。特に最近の日本の音楽シーンは非常に活発で、多くの新しいアーティストや楽曲が次々と登場し、 私たちを驚かせてくれます。この記事では、2024年5月27日から5月29日までのダウンロードソング、売上レポートに基づいて、現在の音楽シーンについて深く釣りしてみたいと思います。まず注目すべきは、ナンバーアンダーライン愛のボンが25,087ダウンロードを達成し、現在首位を走っていることです。 この楽曲は5月27日に発売されたナンバーアンダーライン I のミニアルバムの、おー、リングに収録されており、メンバーの平野翔がプロデュースを担当しています。平野翔は以前からその才能を評価されており、今回の楽曲もその期待を裏切らない出来栄えとなっています。もしこのまま6月5日の本チャート発表まで首位を守りきれれば、ナンバーアンダーライン I にとってゴーと、 以来2度目のダウンロードソングチャート首位獲得となります。次に、2位には上腕のエースシングル、ヒッチハイカーのリード曲である、ラブシーカーが16,174ダウンロードで登場しました。上腕はデビュー以来、そのパフォーマンスと楽曲のクオリティで多くのファンを魅了してきました。今回のラブシーカーもその例外ではなく、力強いメロディーと感情豊かな歌詞が特徴です。 上腕の楽曲は、しばしば若者の心に深く響くテーマを扱っており、今回の曲も多くの共感を呼んでいます。さらに、3位には米津玄師氏の最新曲、毎日が1、5124ダウンロードでランクインしています。米津玄師氏は、その独特な音楽スタイルと深い歌詞で知られ、多くの人々に愛されています。毎日は、そのタイトル通り、 日常の中で感じる様々な感情や思いを歌った曲で、多くのリスナーが自分の経験と重ね合わせて聴いています。このように、米津玄師氏の楽曲は、リスナーに強い感情的な共鳴を引き起こす力があります。4位には、現在放送中のテレビアニメ、鬼滅の葉、柱稽古編のオープニングテーマであるマイファーストストーリー×ハイドの無限がランクインしています。この楽曲は、 力強いロックサウンドとアニメの壮大なストーリーが見事に融合しており、アニメファンからも高い評価を受けています。特に、ハイドのボーカルはその圧倒的な存在感で楽曲に深みを与えています。また、5位にはクリーピーナッツのブリングバングバングボーンがランクインしています。クリーピーナッツはそのユニークなラップスタイルとリリックで知られており、今回の楽曲もその魅力が詰まっています。 リズミカルなビートと鋭い歌詞が特徴で、多くのリスナーを引きつけています。6位には、20th Century の、ハリーアップ今すぐに君の手をか登場しました。この楽曲は5月29日にリリースされ、瞬く間に多くのダウンロードを獲得しました。20th Century は長いキャリアを持つベテラングループであり、その経験と技術が詰まった一曲です。ファンからの指示も厚く、 今後もさらなる活躍が期待されます。7位には、ミセス・グリーンアップルのディアがランクインしています。ミセス・グリーンアップルは、そのポップでキャッチーなメロディーと、心、温まる歌詞で知られています。ディアもその例外ではなく、リスナーの心に深く響く楽曲となっています。彼らの楽曲は、日常の中で感じる小さな幸せや喜びをテーマにしており、多くの人々に希望を与えています。 8位には再び米津玄師氏の楽曲、さようならまたいつか、がランクインしています。これは米津玄師氏の多作ぶりを示すものであり、彼の音楽がいかに多くの人々に受け入れられているかを物語っています。この楽曲もまた、彼の独特な音楽スタイルと深い歌詞が特徴で、多くのリスナーを魅了しています。9位には、コムドットの背景、俺たちへ、が登場しました。 ゴムドットは YouTube などのプラットフォームで人気を博している若手グループであり、その勢いは音楽業界にも広がっています。彼らの楽曲は若者の視点から見た現代社会のリアルな一面を描いており、多くの共感を呼んでいます。最後に、10位にはマイレットの花束がランクインしています。マイレットはその力強いボーカルと繊細な表現力で知られており、花束もその魅力が詰まった一曲です。 彼女の楽曲は、聴く人々に深い感動を与える力があります。以上のように、2024年5月27日から5月29日までのダウンロードソング、売上レポートを見ると、日本の音楽シーンが非常に多様で活発であることがわかります。それぞれのアーティストが独自のスタイルで楽曲を作り、多くのリスナーの心をつかんでいます。音楽は時代を映し出す鏡であり、 今回のランキングからも現在の日本社会の一端を垣間見ることができます。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。なぜこれほど多くの異なるスタイルの楽曲が同時に人気を博しているのでしょうかその答えは、おそらく現代社会の多様性と関係しているのかもしれません。今日の日本社会は、多くの異なる価値観やライフスタイルが共存しており、それが音楽の多様性にも反映されているのです。 また、インターネットの普及によって、リスナーが自分の好みに合った音楽を簡単に見つけられるようになったことも一因でしょう。かつてはラジオやテレビを通じて提供される音楽が主流でしたが、現在ではストリーミングサービスやダウンロードサイトを利用して、自分だけのプレイリストを作成することができます。これにより、多くのアーティストが自分の音楽を広める機会を得ると同時に、 リスナーもより多くの選択肢を持つことができるようになりました。さらに、若い世代のリスナーが新しい音楽スタイルを積極的に受け入れる姿勢も重要な要素です。彼らは異なる文化や背景を持つアーティストの楽曲にも興味を示し、積極的に聴くことで音楽の幅を広げています。このようなリスナーの柔軟な姿勢が音楽シーンの多様性をさらに促進しているのです。 では、未来の日本の音楽シーンはどのように進化していくのでしょうか現在のトレンドを考えると、さらなる多様性と融合が進むことが予想されます。異なるジャンルや文化の影響を受けた新しいスタイルの楽曲が次々と登場し、リスナーに新たな驚きと感動を提供してくれるでしょう。また、テクノロジーの進化により、アーティストがより自由に創作活動を行える環境が整うことも期待されます。 例えば AI を活用した音楽制作が今後ますます一般化するかもしれません。すでに AI が作曲や編曲に利用されるケースが増えており、これによりアーティストが新しいアイデアを生み出しやすくなるでしょう。AI による音楽制作は人間の感性とテクノロジーの融合を象徴するものであり、これからの音楽シーンにおいて重要な役割を果たすことが予想されます。さらにバーチャルリアリティ、 VR や拡張現実、AR を活用した音楽体験も注目されています。これにより、リスナーは単に音楽を聴くだけでなく、視覚的な体験と組み合わせた新しい楽しみ方を享受することができます。コンサートやライブパフォーマンスも、これらの技術を利用することで、よりインタラクティブで臨場感のあるものになるでしょう。このように、音楽シーンの未来は非常に明るく、無限の可能性が広がっています。 アーティストたちはこれからも新しい挑戦を続け、私たちに素晴らしい音楽を提供し続けることでしょう。そして、リスナーとしての私たちも、その進化を楽しみながら、新しい音楽体験を追求していくことが求められます。最後に、この記事を読んでいる皆さんに問いかけたいことがあります。あなたにとって音楽とは何ですかどのような楽曲やアーティストがあなたの心に響きますか 音楽は私たちの感情や思いを表現する強力な手段であり、それぞれの人が異なる音楽体験を持っています。その多様性こそが音楽の魅力であり、未来への希望でもあります。これからも自分の好きな音楽を見つけ、楽しみながら新しい発見をしていってください。